これで終わり。これで終わり。やばいって。こんな脳汁の出し方が。ちょっと冒頭にも映ったと思うんですけど、あのとんでもない映像が撮れるトーナメントが今やっておりまして、このフランクリンバッジっていう飛び道具を常に反射するっていうやつがあるんだけど、それするとまあ、互いに飛び道具を持ちまくって、なんていうの?互いに反射バッジを持ってるから、まあ反射しまくんだよ。こんな感じで。ほら、お互いに食らわないわけなんだ。最終的に反射しまくって。のはずなんだけど、これ、なぜか、このロックマンの横スマをちょっと至近距離で撃つと、なんか大反射しまくった末に相手が死ぬんだよね。ちょっと距離ミスるとね、自分が死ぬんだけど、これやばいよね。これこんなんやってたら真面目にスマブラやるのがアホらしくなるぐらい、ちょっと衝撃的な内容なんだよな。ちょっと無双するか。これで終わり。これで終わり。やばいって。こんな脳汁の出し方が。こんな脳汁の出し方があっていいんですか。ちょっと、桜井さんも想定してないっすよ、これは。どういう仕組みでなんかその、弾かれる反射のタイミングとかそういうのってあんまわかんないんだけど。なんなんだろうね。あ、なんか仮装したくなってきちゃった。これは、どうすりゃいいんだろう。食べ具合とかもあんだろうな。俺かセフィロスかじゃないかな。まあ、勝ったと思いますよ。本当に横スマしか振ってない。横スマ40回ぐらい振って、あと DA1 回振ったぐらいじゃない。なんかあのね、勇者同士でバギクロスをやりまくるっていうと、なんかありえないぐらい反射するっていう現象があるんだけど、なんかそれに似た応用というかね、飛び道具を反射しまくって、最終的にどちらかが大変なダメージを食らうっていうあれ。なんかあるっぽいね。反射の回数に限界があるのかな?でも、食らってないターンもあるんだよな。遠すぎるとダメなのか、近すぎるとあれなのか。反射してして、ダメージを食らう時の猶予がすげえ短いとかあんのかもしんないね。そういえば、裏側にもう一人、なんだっけ、ロックマン使いがいたんだけど、あー、どの辺?多分この辺じゃね?オッケー!オッケー!真面目にやんの、バカらしいね。スマブラなんてこれで十分ですからね。あっは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 、痛え。距離近すぎる、当たってないね。はい。ちょっと、本当にこの絵だけなんだよね。バリエーションがなさすぎてさ。うわっと、さすがに並ばれたか、これは。まあ、一つわかるのは月光が圧倒的最下位だってことはわかるね。あとはもう俺がひたすら気持ちよくなってるカットを見せて、決勝に行く感じになりそうだな。おい。何やったんだよ、お前。ドンキーか俺かみたいになってるな。月光が本当に厳しいと思う。救いようがないと思う、多分。このルールにおいて。はい。あ!持って帰ったな。やべえ!ドンキーに結構持って帰っている。特別条件を調べるっていう気はないんだけど、これ仕組みわかる人にはわかんだろうな。でも、このトーナメントを見る限りね、そんなにまだ、ロックマンいないんだよね。いや、多分まだ気づいてない。そもそもこのトーナメント、まあ、再開催なんだろうけど、そんなに有名じゃない上に、この、なんていうの?この開催してから、再開催してから1時間ぐらいしか経ってないから、まあそりゃそうっちゃそうなんだよなっていう話。いって。あ、プレ。ガノン、違う。ドンキーか俺かじゃねえ。いや、どっちも取ってるけど。おっしゃ、勝った!ドンキープラス5の俺プラス7ぐらいじゃねえ。あ、そうでもねえか。まあ、プラ4です。これで決勝戦に行くわけなんだけど、決勝戦で、これで決勝行くって本当に大会とかだったらもうや、お、待って、ロックマンいない?ロックマンいる!お前か、赤ちゃんやってこい!最悪だ!最悪だ、このトーナメント!完全に完全に支配しましたね、これは。唯一二人だけ残ったロックマンが、もう、勝ち上がって決勝戦。こんなにブーイングの嵐になるスマブラ SP もなかなかないもんですよ。もう、スティーブとかメンメンの嫌われだとは比にならないぐらいの衝撃だぞ。多分相手もやることは分かってるはず。ちょっと様子見ようぜ。待ってる。な、明日も勝ちだもんな、これな。うわー、くっそー、まずい、いい感じの球捉える。おー、ミスった。バカだな、あいつ。
ちょっと近、あーうーよし、当てずれだろ、当てずれだろ、よし。よし、この距離、うわあー、なんか、たまにあるイカれて具合、面白い、うわこんなに相打ちになるんだ、ロックマン同士のあれって。そこでしょ、よし、この辺、うまい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 。そこのソーシャルディスタンスね、2メートル、2メートルの距離。これが、勝てる位置、うわぁ今俺がプラス1か、同点かぐらいじゃない、多分。こんなん一瞬でまくられるからな。よし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 。うまいうまいうまい。スマッシュをお互いに打ってる隙で、多分互いに食らうから、相打ちが起こるんだろうな。うわぁ痛え、あんな近いのに食らうのか。負けらんねえぞ。このクソゲーを俺は制す。ロックマンの神になる俺は。ロックマンの神って何？やばい！うわぁ今反射しまくったと思ったな。てか、ギミックか、やりづらい、やばい、このギミック、クソやりづれえな。来た、いや、来てない。いやー、パーツもね、ぶっちゃけ、普通に欲しいんだよな。ダメージが、普通に溜まっちゃってんだよな。よし、来たー、パツ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 。ダメかよ、まだ1個あんのか。いやー、欲しいな。いやー、普通に死ぬんだよね。そう。こいつが普通に6個も使えるやつだったなー。食らうんだよなー。ほら、まあいい。いや、こんなダメージ、大したことねえよ。どうなんだろう、今。正直、スコアどうなってるかわかんないね。相手も速攻でやる選択肢ないし、まあ、あれなんだよね。これは。いやー、難しい。この心理戦。よーくそ、どうし、どうし、打ちか。パツパツパツ。これ、パーツ取ったら 1HP で倒せる自信ある。ダメか。なら、先生、どんどん行く。やばっちまったー。サロンです。持ち込んだ。あーめ、普通のラントになった。こういう時は DL に頼ろう。よし、勝ったー。リフレクタートーナメント。リフレクトトーナメント、もう、誰も文句ない優勝ですよ。8キロ8ですです。台湾とは思えない。優勝です。みんなで反射リフレクトトーナメント優勝、ロックマンです。俺が動画上げる頃にはこれ終わっちゃってるから、もうこんなスマブラは良くない、こんなスマブラは、いや、たまにはいいかっていう。でもこれが広まったらこのゲームおしまいですっていうのを、まあ収めておくビデオとでも思っていただければありがたいのかなって感じやね。もし次回これ開催したら、もうね、この世の終わりですね、それは。